死んでもねえですよ。どうした君、起きろ。ダメですよ旦那。バーナーと言うな、早く病院に行かなくちゃ。死んだらなんかしやがって。逃げさせるマフィン、じゃあ知らん。おい、これ持ってけ。不要だ。失礼です。これは病院と車の費用です。うん、不要だ。怪我していません。車も大丈夫です。でもこれは取ってもらわなくちゃ。いえ、いいんです。おい、手伝ってやるざまし。おい、これは満州の人の大変悪い癖なんです。でも満州にもいい習慣がたくさんあることを知っててくださいね。さよなら。失礼ですが、お名前を聞かせていただけないでしょうか。林節光と言います。あれかな、3年になるね。あそこで何とおっしゃったか覚えてらっしゃる？そりゃ覚えてるか。あなたは満州の習慣をよく知らないわ。君だって日本の習慣を知らないんじゃないか。君が日本を理解するんだったら、喋るだけでなくて日本人の気持ちにならなくちゃダメだよ。あら、あなただってそうだわ。満州にいらっしゃるんです。这些日子你就到北京去了吗？不是，我去北京又到南京去了，因为我的朋友在南京外交部做事。就今天回来的吗？不是，跟朋友一块儿回来的。是谁？就是朋友。所以我问你是谁。哎，你可别忘了你自己是个满洲国人呐。雪乡近来怎么样？哎，我不是问你雪乡的事情。来ないでしょ。さあ、読んでな。はい。私の思い出。私は当店のおじのうちから音楽学校へ通っております。今年の夏休みは京都府の父の家に帰ります。父はどんなに私の帰りを待っていることでしょう。私が7つの時に亡くなりました。父は私を非常に愛してくれます。ですから今では母がなくても寂しくありません。レンガ塀の丸い入り口からは遠くダマデラが見えて本当に見えて、ダマデラは京都府の。私はこの付近をよく父と一緒に散歩しました。父は昔日本に留学しておりましたですから。はい、おりました。ですから尊敬しています。うまい、うまいもんだ。本当にうまい。うん、先生がいるから。あ、じゃあ、あなたのマンゴーもとっても上手よ。本当か。やっぱり先生がいる。あ、什么？老爷请您呢。あ、おじが読んでおりますから、ちょっと。いや、僕も失礼する時間ですから。あ、そうです。じゃあ、お送りしますか。あ、那个日本結婚の衣装、見てください。
结婚的衣服。结婚的衣服。婚的大衣。大，不是那结婚的。结婚的大衣。结婚式。结婚式。私はあなたと結婚します。要和你结婚。我他谁呀？我要和你结婚。我要和你结婚。先生が笑ってた。この間ね、音楽家になったの。それにあなたに教えていただいた声の付きね、歌ったのよ。どうだった？とっても先生に褒められちゃったの。聞きたかったな。今日は局長のお嬢さんの誕生日で、僕お祝いに行かなくならないんだ。あら、でも聞いたよ。ね？聞いてちょうだいよ。歌うわ。じゃあ、ちょっとね。今日と同じ時間でいいね、ねえ、そのお嬢さんって綺麗な方なんですよ。ねえ、そんなんじゃないんだ。僕が豪になったお方のお嬢さんなんだよ。恩？恩ということはね、日本では非常に強く思うんですよ。今日もあのお嬢さんのところへお別れに来てらしたんですよ。僕はあのお嬢さんのお父さんに用事があったんですよ。ねえ、いつお立ちになるの？ねえ、いつお立ちになるのよ。我が満鉄として当面している計画線としましては、東満地方林港と古林をつなぐ古林線と、高天から熱火、消毒を経て北市へ連絡せしめるための消毒、高副交換の線、ここでは仮に長湖線と呼んでおきます。この2線が将来のように備えるため、速やかに建設を実施されるべきものとして、今回に提出されたのであります。すると、まず、東南の古泉省と、南満の倉庫線との、いずれを国に、万国境に備える線の方が、興味の域を有するのではないかと思うね。我が輩も大体そう考えてるんだが、先日の軍部関係と、政府話し合いはその後どういうふうに動いてきてるかね。この会議には曽根理事と私が出席したのでありますが、その後何ら進展した事項もなく、政府については、満鉄としての確たる意見を至急聞きたいと言っているぐらいであります。私は国防上絶対古林線の着手を先にやりたい項目といます。建設局長の意見は？誠に残念ながら、私の意見は北村理事の北方県には反対をするものです。私はどうしても聖徳北京を結ぶ線を真っ先に着手すべきだと確信いたしておるのであります。還元して申し上げるならば、満州に十分なる姿勢を与える大動脈として、軍事経済両方面からしても強固線は宣言すべからざる重要線だと考えておるのであります。それでは君は古林線なんか後回しにしてもいいというのかね。目下の情勢から見て古林線ほど重要な鉄道はない。君は一体何をもって湘湖線の選択を主張したのか。私は何も古林線は必要でないなどと暴論を吐いておるのではありません。ただ時間的に湘湖線の着工の急なるを添えておるのであります。君は満州と北州をつなぐいわゆる動脈として、すでに横断線と北根線が直通しているという事実を忘れちゃおらんかね。誤解のないようはっきり申し上げておきましょう。私は横断商工日本の平行線は絶対必要だというのであります。それは君、古林線という国防線ができてからのことだ。大体現在北進に向かって軍事経済輸送の必要に備えているわけじゃなし、品に通じる線路が一本もないというじゃなし、私はどうしても湘湖線は大事にしてもらいたい。いや、大体砲弾線は背後の地形からしても水害の危険は十分に考えられる。現在の物資の動きから見ても砲弾線一本では十分なる
国士満州間の経済関係を満足させむることはできんと思うのであります。大丈夫。まあ待ってください。特に最近行われるがごとき大陸鉄道一貫経営の見地から言ってもこれを真っ先に不徹するせぬは国民に対する影響もまた大なるものがあると考えるのであります。それは君の自己陶酔だよ。もう少し冷静に考えてもらわなきゃ困る。私は個人的な好みや意義でこんな重大問題を論議するほど取り乱しておりません。班長君、あ、まあちょっとお待ちください。いや、これはいろいろ議論が出ると思う。本郷君、それで両線同時に取り掛かるという計画はできておるのかね。あ、計画だけは第三案としてできております。あ、そうか。いただこうと思って。どうなさいましたの突然。さっき国の親から電報が来まして、少し健康を損ねたからすぐにも帰郷してくれるようにと通知なんです。まあそれはいけませんわね。よっぽど悪いんですの。電報ですから詳しくはわからないんですが、お許しをいただければ明日にでも法廷を立ちたいと思っております。これまでに二度ばかり倒れたことがあるんですが、でも今度は自分の名前で打って起こしたんですから、大したことないんでしょう。まあおかけになりません。は。松村さん、あなた本当にお見舞い？え？満鉄社員の常套手段だったら、あと心配してよ。常套手段というと？しらばくれてもダメ。はっきりおっしゃってみてください。お嫁さん探しなの。お嫁？皆さん、なんおい、これは、ドア閉めとけ。はい。顔色が悪いようですか。どうなったんです。消火栓の建設は無期延期になってきました。無期延期？うん。局長、どうして力説なさらないんです。食欲やったらついにダメだ。ダメって国士に結ぶ線路は大山、いざという場合に動きが取れなくなって来ないから言って。おいおいおい、それは俺が極力言ったんだ。でも菊池はそれを承認なすったんでしょ。あちらにぶつかりこちらにぶつかりの全員に不当だ。そんな不当なことってありますか。そのばかりじゃない。俺だってバカらしいんだ。今日残念だ。そのことになるとすぐ向きになるな。局長の落ち込みですよ。はい、ゆうき。これがいわゆる満鉄魂じゃ。あ、エスコ、もういいんだ。もう茶の話済んだの。あ、済んだ。姉さん呼んでおいで。はい。お、ほら、お前今日なぜ会社を休んだんじゃ。ちょうど出ました。得た者がここにおるか。悪いのか。来週帰ったらすぐ手紙出しますよ。これメッカの月の住所なの。お父さんによろしくね。え、私お手紙たくさんお出しするわ。北村でしたわね。そう、よく覚えてる。おい、どう。あ、いや、クラウドも何だ、まだ。おい、局長のレジャーに見つかると怒られるか。あ、いいな。どうしたの？
お姉さん、お昼から行けないのよ。みんな、皆さん、あなたがお治りになってから、お父さんの口からお伺いいたします。呼んでくれ。呼んでくれ。この度再度倒れたるも幸い警戒この分にては持ち直すものと信じおれでも龍馬はいつまた痛み我を襲い来たらんもかかりがたくここに万一の場合に備えて一筆書き残し申し候ろう父が青年活気に駆られて政治運動に没頭しためにふと伝来の地を生じ去り今死なきあとお前らに適当なる財産を残し当たるうすべなきのにか別紙に印を置き候ごとき人々に着財を生産する気をも得ずそのままそれらの借金をお前らの肩に残しゆくことは残機の至りと言わんか残念の極みにこれあり深くお前らに詫びを申す次第にってそうとただそれらの着財に一輪たりともお前らの父と同じに通せられたる者にあらずしてでは松村家のもそのことについて言いたいと思っておりました。この京子の問題ですが、この京子のお父さんと亡くなられたお父さんと後藤さんとは小さい時からの親友でな、そのこともよく伺っておりました。実は、のりおの妻にしたいと思っております。このことはお母さんはじめおじさんも皆も賛成していただいてでもお前いやお母さんこれにはのりおも京子も異存はないのですからそれにのりおは京子を絶対に将来幸せにできると
断言しておりますか。のりお、お前にその自信が持てるか。あ、ですから、のりおが大学を出て一人歩きのできるようになったときに結婚するのが順当だろうと思いますが。失礼しました。ああ、ちょうどのりお君のことが出ているようだが、お父さんはのりお君も勝井君と同じように満州の戦地を開拓する戦士にしてくれた。そうですか、うん、どうだ、君は大学を出てそういう希望が持てるか。まだ考えておりません。もう一つの問題は松村家の6000円の負債だが、どうするつもりだ。何か君に明暗があるか。その点だけはお父さんは非常に心配していたんです。はい、覚悟は決めてあります。どうする。相当の金額じゃが、そういって由緒ある松村の屋敷を人手に渡すなど、これは絶対にできないことだ。この際満鉄をやめようと思っております。そりゃいかん。どうしてそんなことを言うんだ。君は満鉄で非常に手腕を認められておるそうじゃないか。それにそんな無謀なことはよした方がいいだろう。いいじゃん、やっぱり僕もいけないと思うな。結論から申し上げます。たとえわずかな退職金でも、それを全部債権者の前に出せば政府は認めてくれると思うんですが、それ以外に金の出るところはありません。のりおも勝幸も今の兄さんの言葉が分かったか。やめるやめないは別問題だが、責任感としては欠くありたし。勝幸君、君の満州への出立も一週間のうちになったの。は、これもみんな所長様のご奮闘のおかげであります。いずれ君たちが出立の日には改めて訓示するはずやが、泊まりしたら体に気をつけること、お互いに信じ合う、他人の言葉に惑わされることなく、大気味の御のため、国のため、立派な戦士となって働く。分かった。ではご尊父の前へ誓ってきなさい。お父さん、僕はいよいよ一週間後に満州へ参ります。お父さんの遺言を守り、必ず立派な開拓者になります。
ないのかしら。まだ2日もかかるんだって。嫌になっちゃうな。しょうがないわ。おい、歌丸くんじゃないか。あら、松村さんじゃないの。こんにちは。なんだ、びっくりするじゃないか。びっくりするって何よ。私のことすっかりびっくりしちゃったわ。いや、もう。いやだ、結構さ。僕はもう当分ないしにはおさらばなんだからな。あら、おさらばってどこ行くの。どこって、この船は大連行きの船じゃないか。君たちこそどこへ行くんだ。姉さんね、聞きなさいよ。私たちだってこの船乗ってるんじゃないの。それに私は遊びに行くんじゃないわよ。じゃあ大陸まで発展するのか。十分考え抜いた話のことなんです。一体君は検察技師としての自分の立場やその使命を自覚を持たんのか。君一個の問題をして、君一個の問題を超越して、室長、私はまた自分の家を建てます。ジェンソンのためにも、大きくは満州開拓のために国策に準ずるつもりで、自分の利害や経歴を、その転職をわきまえざるところじゃ。ああ、おい、貴様は学校時代から隙間とわたるか、川間とわたるか、百姓やとわたるか。農事はその専門家にやっておけ。副長、おかけになってください。その二人、移民宅地を農耕の技術だけが解決する問題じゃないんですよ。そこには重要なものがいるのです。それは何だ。それは石にかじりついても成し遂げる気迫と勇気です。それを満鉄は要求しておくのじゃ。そう興奮なさらないでお聞きになってください。満鉄はすでに完成されて揺るぎない存在です。それに反して移民地は今人一人の頭、腕一本でも欲しいところです。満鉄で働くのも、移民地へ新しい力となって参加するのも、一番のために尽くす道は同じことだと思います。君の論は
君の都合にのみ立脚した変地論じゃ。何を言ってるか。そんな言ってません。局長こそ自分の都合のいいようにおっしゃっているのです。あら、そうだ。何です。若とは汚いのことじゃ。あ、そうですか。若とお思いになるのは結構です。貴様バカを辞任しとるのか。辞任はしておりません。局長はそう思いになるだけです。俺の部下にはバカはおらん。あの局長は偉い局長だよ。どうもお待ちさん。お、人が出来たか。じゃあちょっと行ってきますからね。信らずんめんゆほいしれっしゅいたぷすゆらぴんだわ。不知道他怎么地就是昏厥发烧，现在他还养着病呢。病着有几天？哦，他病了好几天了。你们要是有功松村さんに今まで通り鉄道の方に届くお願いに上がったんですけれど。ありがとうございます。でも私思い返しましたの。松村さんはやっぱり兄貴にいらした方がお幸せですわ。では、あなたがよろしくおっしゃってくださいませね。失礼します。どうも、お疲れ様でした。ありがとう。どうも、ご苦労様でした。さあ、ご苦労様でした。あ、どうもありがとう。トモンカは普段校あたりまでお出迎えしたかったから、何にしろ人手が足りない。不安内な旅で不自由だったでしょ。いや、どうも、それ入りました。パチコリキですな。そうですよ。ですよ。いや、ちょうどこいつがその辺が詳しいものですから、それにこいつは帰ってきた。あ、参りましょう。ひどいよね。さあ、米を植えたら飢饉なんかなくなっちまうよ。それでもな、ひどいだろ。天影も
本堂おいでになられた松村さんに。いらっしゃいました。どうか皆さんよろしくお願いいたします。どうかご実行に。弟の範夫です。家族の京子です。どうかよろしくお願いします。じゃあお客さんも疲れていたのか。あ、このお待たせした。じゃあ、よろしくお願いします。どうも、いろいろありがとうございました。いやいや、まあ、これで村の人全部に回ったわけね。おかげでありがとうございました。あ、本当、早速お休みになったわけね。ちょっとすみません。ね、だってさ、うん、今、皆さんが水のお話が出まあ、その水のことで言われてるんだよ。大事な村の入り口にある井戸にさえもあれやって、まんまんですよ。他の村なんかね、な。川の水を利用して。うん、お客さんを疲れていなさるだろうから。そんな話はまた後にしたらどうだ。内地から今日来たの。そうよ。内地にみかんなってる。みかんはまだなってないよ。お、綺麗な花ですね、これは。この種はみんな内地から取り寄せるんですよ。そうですか。よく、うん、悟りですか。あんたんとこのご兄弟はみんな働き者ですな。みんないい人だな、うん。あれが本当の純木ってやつだな。お、行きに行きに。もうの時間だ。この機械が旅行にから帰れねえぞ。秋山、うん、止まっていけよ。そう簡単に言うなよ。お前と違って、俺は宮遣いだよ。ああ、そうか。なんだよ、ため息なんかついて。うん、秋山、うん、お前、ネッカー行くチャンスないかな。なんだ。ああ、読めたぞ。俺は内地からたびたび手紙出したんだが、返事がないんだ。法典で寄ってみたんだ。病気なんだって。あ、この野郎、あの時に寄り上がったな。って野郎だ。ホテルのおじさんの家にはネッカまで行ってやってくれって言うんだけど。この野郎、のろけるね。どういうことなんだろう。いかに病気だって手紙ぐらい代筆だって出せそうなのかな。うん、おい松村、騙されたな。よそ、そんな話そんな場合じゃない。気にしないでくれ。やめたよ。もう時々は頑固親父の消息を知らせてくれよ。うん、よしよし。まあ、あんまりくよくよすんなよ。え、それよりも、あの頑固親父のわがまま娘でももらったらどうだ。ね、お前のところならもんぺ生えても似てやせんとさ。もうお帰りですか。もうあんまり時間がないんでね。じゃあのんびりしたらでも。あ、しっかりやれよ。じゃあお達者で。あ、ありがとう。気をつけてきて。さよなら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 。おい、秋山。あんまりの。ああ、すっかりくたびれちゃった。何をくたびれたなんて。ダメよ、兄さん。おかえりなさい。おかえりなさい。団長に恥ずいことを考え込んだ設計を頼まれちゃった。あ、そうですか。のりお兄さんからね、もうくたびれたんですって。ダメだぞ、お前。明日から5時起床だぞ。え、5時ですか。うわぁ。我下星期还得上上海去一趟，所以这个月我是不能再来瞧你的病了。我跟你说了好几次了，你还是请西洋大夫看看怎么样。托我在天津的朋友也可以请到西洋大夫来。不用请。你总是那么样说，马马虎虎的过去了。要是病重了，那可怎么办呢？而且舅舅还不知道怎么样挂念着你的病呢。我原来不但是你，就是对满洲国和日本抵抗离切的人，我都不喜欢。瞧病，哼，更肠道。你别胡说了。来，别起来。小姐，肉做好了，我不想吃，少用点吧。不，我想吃。你保重点。雪先生，你记得信，就这三封。是的。他又回到满洲来。Thank you.
お
派なんてびっくりしちゃいましたわ。本当だわ。ねえ。それはそうさ、毎週日の格好になるな。ああ、だって。あのね、この二人今度この店初めてなの。どうぞどうぞ。いいじゃん、みんな、どうぞってやらか。おせり、おさき。竹村。早くお休み。森山、早く寝なさい。ね。勝手ですよ。出てきてない。
座り。看不见家了，小姐，真不要紧吗？病还不大好呢。我爸爸的事儿完全托你了，那倒好办。可是，若是那位先生还没有回到奉天，你马上就回日和来吧。希望你和那位日本人一块回日和来。再见啊，一路保重啊，再见了。再见。八丁局長のお宅に伺ったらすぐ分かるだろう。八丁さんって綺麗なお嬢さんのいらっしゃるとこですね、うん、お話はよく分かりましたわ。あなたがどうしてもいらっしゃりたいとおっしゃるなら私を引き止めしませんけれども、でももしあちらいらしてからどんなことがおありになっても何でも神様のおぼし召だと思ってはダメ。神様のおぼし召？ええ、あなたはどうしても私を止めなるわけを教えてくださらないのですか？それは何度も言った通り私の口からははっきり言えないことなのよ。それに私にもよくわからないことなんですもん。帰りなさい。お腹空いたですよ。いや、本部でごちそうになってきたよ。あら、食べてらしたの？ごちそうして待ってたのに。おい、これ預かっとけ。何これ？あ、ただ、この図面で組合の本部から奨励金にいただいてきたんだ。ああ、それはよかったわね。おばさんご覧になったらどんなに喜びになるかしら。いや、それは僕のお金じゃない。村の何かのお役に立つときに置いとくんだね。お、その上に外してくれ。でもノリお兄さんまた持ってかないかしら。もうそんなこと気がしないよ。おい、これ大事に直してくれ。のりお兄さんも少し手伝えばいいのに。のりお、またいないのか？ええ。のりが帰ってきてもお前来るんじゃないよ。親方、料理しときましょうか。うん、何か、一人で。行ってらっしゃい。総会になったの？相談があるんだ。僕は君を連れてこの村を出ようと思ってんだ。一緒に行かないとか。私にも村を出ろっていうの？いや、もう三人でこんな生活するの嫌なんだ。労働だって向かないし。勝手に決めてんだわ、兄さん。そんなことあるもんか。君との結婚だってどうなるか、兄貴にいいか分かりゃしない。おばさんが来たら結婚式を挙げてやる。それまではどんな苦労があっても忍んで働けた。ご苦心さんがいつも言って、兄さんはどこものを曲がってお考えなんでしょ。君はどうしても僕と一緒には。おばさんとご苦心さん
お許しが出るまでは嫌です。兄貴は好きなんだろう。勝手にしろ。このマッチは、ノリオが持っていたんだね。京子、お前どっか痛むんじゃないか。苦しかったろうな。勘弁しておやり。ノリオに代わって僕から謝るから。ね。何しに来たんだ。帰れ。やれるよ。あるよ。お前が何のために毎日来たんだ。僕は兄さんのために毎日来たんじゃないじゃん。バカ野郎。お前はどうしてそうひねくれるんだ。どうしたの？どうしたの？あ、お待ち！リセスコ！
你要明白，即便你的人是日本人，既然这样，为什么还不报仇呢？报仇？谁听你的话？我是我父亲的女儿，绝不受共产主义的诱惑。即便人是谁，走，还是跟我一块走吧。你实在是那个日本人。
这件事情吗？你说，你说，你说。山内、重傷、うん、牧野、伊藤、張、翔、うん、そして飯田重三が行方不明という、損益を受けて谷江だが捜査もなし敵に拉致されたるものと推定されるとなりました。わずかな農家も敵の手に懐柔されたもののもと江南を恐れてか我らに交渉を説得せんとすると前後不自由のため徹底せず困りほれ、こういう報告です。山下課長は明朝までに応援隊の選考を得て局長のところへ参るはずです。お前つなぐはできんか？あ、ほとんどできません。なあ、これ鳴らしとけよ。あ、こういう時にあいつがいないんだな。あいつは誰だ？松村です。ああ、松村か。はい、いい、大丈夫です。それじゃあ、できるだけやってきます、うん、しかし、あいつのことですから、お引き受けはできません。秋山さん、松村さんを迎えにいらっしゃるんでしょ？は、そうです。お父様、うん、私をお父様の代わりに、秋山さんと一緒にやってください。お前が京子、え、お母さんの電報を持って読んでくれ。新潟、今日経った24日朝、お前の駅に着く。お前の駅はよかったな。あと3日すると会えるんだな。お母さんいらしたら、のりお兄さんのこと何て言いましょう？もう手紙で知らせてあるから大丈夫だよ。そうかしら。だけど、のりおのやったことだけは言っちゃダメだよ。大丈夫。さあ、お客さんですよ。思い出したのかしら。さあ、はい、松村さん。お、お客さんですよ。お、お、秋山、お、お前に、お嬢さん。しばらく。どうしたんです？そういうわけで、どうも、松村にぜひ立ってもらいたい、こう言うんだ。私には、建設局からは秋山さんに行ってもらうから。お前はお父さんの代理として一緒に行って頼んでこいってそう言われてきましたので。大山線の水浸しは新聞で読んで心配してたんですが、昇降船の工事のことはちっとも知らなかった。いよいよ万里の頂上をぶっこ抜くのが頑固じじい会心の時なんだ。大丈夫よ。ほら、立ってくれるか。俺と一緒に行ってくれるか。国家としても技術者の一人でもいる時なんだよ。ちょっと待ってくれ。ね、お主人がじゃ。しかし、今はそんなことを言っておられん場合じゃ。鉄道工事が手間取っては、それこそ国家の一大事。今は一大事とすべきじゃ。いいか、安心してやってきなさい。お嬢さんのことや、これからお父になるお母さんのことは、村全体のものが引き受けるから。いいか、松村さん。ありがとうございます。村のことが気になっていたんです。僕も決心がつきました。一緒に行ってくれるか。うん、行こう。
おい、ちょいと待ってくれ。おい、待ってくれ。もう帰ってこなくちゃならねえわけなんだな。外相、どうだったのか。なっち、どうだったのか。よっちゅ、そどうだ。あ、大丈夫だ。本部から隊長が見舞いに来てくれたぞ。よう、大変奮戦したそうじゃないか。ご苦労だったな。怪我人はこれだけです。よかったら、君どうだ。あ、大丈夫だ。隊長、隊長。どうだ。いざ違いに見つかりました。ん、障害となるあらゆる行動に対してこれを阻むものなり、共感する君らの同僚はその犠牲の一つと思え、この上犠牲を欲してざれば妻を考え、子を思え、しかして速やかに幸福へ去りて暗挙落業を進言。畜生、こんな共産主の宣伝なんか乗るもんか。この形はきっと取ってやるぞ。いいだ。俺はお前がここで元気で働いてる姿を見ることができなかったが残念だ。立派な戦士だぞ。隊長もいる。山田も秋山も皆お前に感謝をしているぞ。見ていてくれ。もう測量も大部分終わりになる。もう一人。おい、来てない。頑張って。みんな来ないか。軍師として来たんだね。聞こう、言いたまえ。君は軍師なんじゃないか。好，我说，因为我们本队没有多少食量了，所以打算要退回外蒙那儿去呢。日本語で言いたまえ。可是听说建设队方面是……なぜ日本語で言わないんだ。
申し入れは分かった。しかしどうして君はそんな姿になったんだ。あれほど日本のことが分かっている君がなぜ基準をさせないんだ。あなたの心がさせたのです。個人の感情は捨てろ。君は軍師じゃない。真后悔，我欺负您这样很慈爱的人，我真该受天罚的。小姐，我在李大人当茶艺的时候，已经当了程司令的部下，听他的命令，往小姐那儿捎来的信，一盘子的，没有交给你了，我没有交给你了。什么？那时候不是我有病等来信的那个时候吗？那不是日本人捎来的信吗？是的，而且您小姐，开始喝酒。啊，阿娇啊，やっと目鼻立ってきたな。完成だな。当店帰ったら何を食ってやろうかな。俺もこん何を食って、刺身は食いてんだ。刺身か。じゃあ俺も食一緒に食いに行こう。行こう。よせよ。おう鈴木、本部から三浦帰ってきたな。建設本部に話してもう少し楽な仕事を回してやろう。松村、ここは俺に任せておけよ。さあ本部一緒に行こう。なっ、いえ、いいんです。僕は勝手に選んだ仕事なんです。僕に苦しみに耐えることができなかったんです。そのために兄さんにどんな迷惑かけたのりよ。お母さんと翔子が移民村で待ってるぞ。お母さん、
通だと思ったら帰ってきな。お母さん、僕のことどう思ってるんでしょうね。ここは工事場だ。また会える気がする。お帰り。いや、やめろ。政治軍の申し立てはみんな偽りなんです。それから後を言いなさい。ここの手薄なことを知って今に襲撃してきます。それ本当か。本当です。信じてください。私が山を降りるとき人がどんどん動き出していました。何名ぐらい。皆さん、
松村幸吉君の殉職は実に壮烈でありました。全身血まみれになりながら受け持ち区間の無事だったことを知ったときに、太平村の発展を祈る、これです。この言葉、松村の言葉を無にしないでください。この村が発展してこそ松村は冥福できるのです。松村は地下でどんなに喜ぶか。が安心してください。倉庫船は松村の殉職世界記録を持って今まさに海進船としています。知らずや君よ
君。起きろ。ダメですよ、旦那。変わらず言うな。早く病院に行かなくちゃ。知らないかしゃって。你也放这个毛病，站起来。哎，我给你给。不要的。失礼ですが。これは病院と車の費用です。不要的。怪我していません。車も大丈夫です。でもこれは取ってもらわなくちゃ。いや、いいんです。おい、手伝ってやるぞ。おい、これは満州の人の大変悪い癖なんです。でも満州にもいい教科がたくさんあることを知っててくださいね。さよなら。失礼ですが、お名前を聞かせていただけないでしょうか。林雪光と言います。あれかな、3年になるね。あそこで何ておっしゃったか覚えてらっしゃる？それは覚えてるか。満州の習慣をよく知らないわ。君だって日本の習慣を知らないんじゃないか。君が日本を理解するんだったら、喋るだけでなくて日本人の気持ちにならなくちゃダメだよ。あなただってそうだわ。満州にいらっしゃるんです。もうそ、お分かりになる？そりゃ分かるさ。あなたはおバカさんってことよ。これなんて失礼なかった言うんだ。这些日子你就到北京去了吗？不是，我去北京又到南京去了，因为我的朋友在南京外交部做事。就听听回来的吗？不是，跟朋友一块儿回来的。是谁？就是朋友。所以我问你是谁。哎，你可别忘了你自己是个满洲国人呐。雪乡近来怎么样？哎，我不是问你雪乡的事情。これ、お菓子？うん、来ないでしょ。さあ、読んでな。はい。私の思い出。私は当店の叔父のうちから音楽学校へ通っております。今年の夏休みは、京都府の父の家に帰ります。父は、どんなに私の帰りを待っていることでしょう。私が7つの時に亡くなりました。父は私を非常に愛してくれます。ですから今では母がなくても寂しくありません。レンガ塀の丸い入り口からは遠くダマデラが見えて本当にいい景色。ダマデラは京都府の。私はこの付近をよく父と一緒に散歩しました。父は昔日本に留学しておりましたですから、うん、はい、おりました。ですから尊敬しています。うまい、うまいもんだ。本当にうまい。うん、先生がいいから。あら、あなたのマンゴーもとっても上手よ。本当か。やっぱり先生がいい。什么老爷请您呢。あのおじが読んでおりますから、ちょっと。いや、僕も失礼する時間ですから。あ、そうです。ではお送りしますか。あ、那个日本結婚の衣装、何だよ。結婚の衣服。
结婚。哎，我怕谁呀？我要和您结婚。我要和你结婚。先生が笑ってた。この間ね、音楽家になったの。それにあなたに教えていただいた声の付きね、歌ったのよ。どうだった？どう先生に吠えられちゃったの。聞きたかったな。今日は局長のお嬢さんの誕生日で、僕お祝いに行かなくならないんだ。あら、でも聞いたよ。ね、聞いてちょうだいよ。歌うわ。じゃあ、ちょっとね。今日と同じ時間でいいね。ねえ、そのお嬢さんって綺麗な方なんですよ。ねえ、そんなんじゃないんだ。僕が豪になったお方のお嬢さんなんだよ。恩ということはね、日本では非常に強く思うんですよ。今日もあのお嬢さんのところへお別れに行ってらしたんですよ。僕はあのお嬢さんのお父さんに用事があったんですよ。ねえ、いつお立ちになるの？ねえ、いつお立ちになるのよ。我が満鉄として当面している計画線としましては、東満地方林港と古林をつなぐ古林線と、高天から熱火消毒を経て北市へ連絡を締めるための消毒航空交換の線、ここでは仮に調子線と呼んでおります。この2線が将来のように備えるため、速やかに建設を実施されるべきものとして、今回に提出されたのであります。すると、まず、東南の線長と、南満の倉庫線との、いずれをに、万国境に備える線の方が、興味の域を有するのではないかと思うね。我が輩も大体そう考えてるんだが、先日の軍部関係と、政府話し合いはその後どういうふうに動いてきてるかね。この会議には曽根理事と私が出席したのでありますが、その後何ら進展した事項もなく、政府についてはマンテスとしての確たる意見を至急聞きたいと言っているぐらいであります。私は国防上絶対古林線の着手を先にやりたい意向を持っております。建設局長の意見は？誠に残念ながら、私の意見は北村理事の歩行権には反対をするものです。私はどうしても聖徳北京を結ぶ線を真っ先に着手すべきだと確信いたしておるのであります。還元して申し上げるならば、満州に十分なる姿勢を与える大動脈として、軍事経済両方面からしても倉庫線は遷延すべからざる重要線だと考えておるのであります。それでは君は古林線なんか後回しにしてもいいというのかね。目下の情勢から見て古林線ほど重要な鉄道はない。君は一体何をもって倉庫線の戦略を主張したのか。私は何も古林線は必要でないなどと暴論を吐いておるのではありません。ただ時間的に倉庫線の着工の急なる遅いておるのであります。君は満州と北州をつなぐいわゆる動脈として、すでに横断線と北根線が直通しているという事実を忘れちゃおらんかね。誤解のないようはっきり申し上げておきましょう。私は宝山商工日本の平行線は絶対必要だというのであります。それは君、古林線という国防線が出来てからのことだ。大体現在福祉に向かって軍事経済輸送の必要に備えているわけじゃなし、品に通じる線路が一本もないというじゃなし、私はどうしても倉庫線は第二にしてもらいたい。いや、大体宝山線は背後の地勢からしても水害の危険は十分に考えられる。現在の物資の動きから見ても宝山線一本では十分なる北市満州間の経済関係を満足させむることはできんと思うのであります。大丈夫。まあ待ってください。特に最近唱えられるがごとき大陸鉄道一貫経営の見地から言っても、これを真っ先に敷設する線路は国民に対する影響もまた大なるものがあると考えるのであります。それは君の自己陶酔だよ。
もう少し冷静に考えてもらわなきゃ困る。私は個人的な好みや意義でこんな重大問題を論議するほど取り乱しておりません。あっちょっ、まあちょっとお待ちください。いや、これはいろいろ議論が出ると思う。本郷君、それで両線同時に取り掛かるという計画はできておるのかね。あ、計画だけは第三案としてできております。あ、そうか。お許しをいただこうと思って。どうなさいましたの、突然。さっき国の親から電報が来まして、少し健康を損ねたからすぐにも帰郷してくれるようにと通知なんです。まあそれはいけませんわね。行動悪いんですの。電報ですから詳しくはわからないんですが、お許しをいただければ明日にでも法廷を立ちたいと思っております。これまでに二度ばかり倒れたことがあるんですが、でも今度は自分の名前で打って起こしたんですから大したことはないんでしょう。まあおかけになりません。はっ。松村さん、あなた本当にお見舞い。え、満鉄社員の上等手段だったら私しましてよ。上等手段というと。しらばくれてもダメ。はっきりおっしゃってみてください。お嫁さん探しなの。お嫁。皆さん何。おい、これは。詳しく聞け。はい。顔色が悪いようですか。どうなった。消火栓の建設は無期延期になってきました。無期延期。うん。局長、どうして力説なさらない。食力やったらすぐにダメだ。ダメって。国士に結ぶ線路は大山、いざという場合に動きが取れなくなって、世代から言って。おいおいおい、それは俺が極力言ったんだ。でも菊池はそれを承認なすったんでしょ。あちらにぶつかり、こちらにぶつかり、もう全員に不調だ。そんな不当なことってありますか。そのばかりじゃない。俺だってバカらしいんだ。今日、残念だ。そのことになると、すぐ向きになるな。局長の落ち込みですよ。はい、ゆっくり。これがいわゆる、満鉄魂じゃ。あ、エスコ。もういいんだ。もう他の話すんだろ。ああ、すんだ。姉さん呼んでおいで。はい。お？ほら。お前今日なぜ会社を休んだんじゃ。ちょうど出ました。出た者がここにおるか。悪いのか。くださいね。うん、来週帰ったらすぐ手紙出しますよ。これメッカの月の住所なの。お父さんによろしくね。え、私お手紙たくさんお出しするわ。北村でしたわね。そう、よく覚えてる。おい、どう。あ、いや、クラウドも。うん、どうぞ。おい、局長のレジャーに見つかると怒られるか。いいな。どうしたの？こういうのは悪いようだけれど。局長の令嬢がこれ見たら怒るでしょうぜ。おい、時間がないぞ。大丈夫？
さん遅いからいけないのよ。大学を出たら戻ったらいいだろう。これはまた随分到着にだな。これが満身式だ。けどなんかまだ学生だし医者もらった方がいいかもしれないな。お前が認めているってのはそんな軽薄なものか。今はただ冗談ですよ。俺がもらうって言ったらどうする。ちょっと気づかったかな。意思をしっかり持て。お前本当に教科が欲しいんだな。それは本当ですよ。よし。今見なくてもあなたがお治りになってからお父さんの力をお伺いいたします。呼んでくれ。呼んでくれ。医者、この度再度倒れたるも幸い警戒、この分にては持ち直すもんと信じおれでも、龍馬はいつまた痛み我を襲い来たらんもかかりがたく、ここに万一の場合に備えて一筆書き残し申し候。父が青年活気に駆られて政治運動に没頭し、ためにふと伝来の地を長寿され、今父なき後お前らに適当なる財産を残し当たるうすべなきのみか、別紙に印を置き候ごとき人々に借財を生産する気をも得ず、そのままそれらの借金をお前らの方に残し行くことは残機の至りと言わんか、残念の極みにこれあり、深くお前らに詫びを申す次第にしてそうと。ただそれらの借財に一輪たりともお前らの父親の死に通せられたるものにあらずして、では松村家のもそのことに聞いていたいと思っておりました。この京子の問題ですが、この京子のお父さんと亡くなられたお父さんと後藤さんとは小さい時からの親友でな、そのこともよく伺っておりました。実はノリオの妻にしたいと思っております。このことはお母さんはじめおじさんも皆も賛成していただいた。でもお前、いやお母さん、これにはノリオも京子も依存はないのですから、それにノリオは京子を絶対に将来幸せにできると
断言しておりますか。のりお、お前にその自信が持てるか。あ、ですから、のりおが大学を出て一人歩きのできるようになったときに結婚するのが順当だろうと思いますが。失礼しました。ちょうどのりお君のことが出ているようだが、お父さんはのりお君も勝湯君と同じように満州の戦地を開拓する戦士にしてくれた。そうですか。どうだ、君は大学を出てそういう希望が持てるか。まだ考えておりません。もう一つの問題は松村家の6000円の負債だが、どうするつもりだ。何か君に明暗があるか。その点だけはお父さんは非常に心配していたんです。はい、覚悟は決めてあります。どうする。相当の金額じゃが、といって由緒ある松村の屋敷を人手に渡すなど、これは絶対にできないことだ。この際満鉄をやめようと思っております。そりゃいかん。どうしてそんなことを言うんだ。君は満鉄で非常に手腕を認められておるそうじゃないか。それにそんな無謀なことはよした方がいいだろう。いいじゃん、やっぱり僕もいけないと思うな。結論から申し上げます。たとえわずかな退職金でも、それを全部債権者の前に出せば生が認めてくれると思うんですが、それ以外に金の出るところはありません。のりおも勝之も今の兄さんの言葉が分かったか。やめるやめないは別問題だが、責任感としては格ありたい。勝之君、君の満州への出立も1週間のうちになったの。はっ、これもみんな所長様のご奮闘のおかげであります。いずれ君たちが出立の日には改めて訓示するはずやが、泊まりしたら体に気をつけること、お互いに信じ合う、他人の言葉に惑わされることなく、大気味の御のため、国のため、立派な戦士となって働く。分かった。ではご尊父の前へ誓ってきなさい。お父さん、僕はいよいよ1週間後に満州へ参ります。お父さんの遺言を守り、必ず立派な開拓者になります。
ないのかしら。まだ2日もかかるんだって。嫌になっちゃうな。長いわ。おい、歌丸くんじゃないか。あら、松村さんじゃないの。こんにちは。なんだ、びっくりするじゃないか。びっくりするって何よ。私のことすっかりびっくりしちゃったわ。いや、もう。いやだ、結構さ。僕はもう当分内地にはおさらばなんだからな。あら、おさらばってどこ行くの。どこってこの船は代理行きの船じゃないか。君たちこそどこ行くんだ。姉さんね、聞きなさいよ。私たちだってこの船乗ってるんじゃないの。それに私は遊びに行くんじゃないわよ。じゃあ大陸まで発展するのか。十分考え抜いた案件のことなんです。実際君は検察技師としての自分の立場やその使命を自覚を持たんのか。君一個の問題をして、君一個の問題を超越して、じゃあ私はまた自分の家を建て直す。ジェンソンのためにも、大きくは満州開拓のために国策に準ずるつもりで、自分の利害や経歴を、その転職をわきまえざるところじゃ。ああ、おい、貴様は学校時代から隙間と渡るか、川間と渡るか、隙間と渡るか。農事はその専門家にやっておけ。副長、おかけになってください。その座れ。移民宅地を農耕の技術だけが解決する問題じゃないんですよ。そこには重要なものがいるのです。それは何だ。それは石にかじりついても成し遂げる気迫と勇気です。それを満鉄は要求しておるのじゃ。そう興奮なさらないでお聞きになってください。満鉄はすでに完成されて揺るぎない存在です。それに反して移民地は今人一人の頭、腕一本でも欲しいところです。満鉄で働くのも、移民地へ新しい力となって参加するのも、一番のために尽くす道は同じことだと思います。君の論は
君の都合にのみ立脚した変地論じゃ。何を言ってるか。そんは言ってません。局長こそ自分の都合のいいようにおっしゃっているのです。ああ、そうだなんです。バカとは貴様のことじゃ。あ、そうですか。バカと思いになるのは結構です。貴様はバカを辞任しておるのか。辞任はしておりません。局長はそう思いになるだけです。俺の部下にはバカはおらん。あの局長は偉い局長だよ。どうもお待ちください。じゃあちょっと行ってきますからね。うん、先生。我骚扰好几封信了，真没有回信。也许他不是有了病症吗？不知道他怎么地。就是浑身发烧，现在他还养着病呢。病着有几天？哦，他病了好几天了。你们要是有功夫，松村さんに今まで通り鉄道の方に届くお願いに上がったんですけれど。ありがとうございますか。でも私思い返しましたの。松村さんはやっぱり兄貴にいらした方がお幸せですわ。では、あなたがよろしくおっしゃってくださいませね。失礼します。どうも、ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。さあ、ご苦労様でした。どうもありがとう。友香は五段港あたりまでお出迎えしたかったが、何にしろ人手が足りない不安内な旅で不自由だったじゃん。いや、どうも恐れ入りました。パチコリキですな。そうですですよ。いや、ちょうどこいつがその辺が詳しいものですから。それにこいつは何でした。あ、参りましょう。ひどいよね。沢さん、米を植えたら基金なんかなくなっちまうよ。それでもな、ひどいだろ。雨影も
本堂おいでになられた松村藩主。いらっしゃいました。どうか皆さんよろしくお願いいたします。どうかご実行に。弟ののりおです。家族の恐怖です。どうぞよろしくお願いします。お客さんも疲れているだろうか。あ、子供、お待たせしました。じゃあ、ベロちゃん、呼んでください。どうも、いろいろありがとうございました。いやいや、まあ、これで村の人全部に回ったわけね。あ、おかげでありがとうございました。本当、早速お休みになったと思います。ちょっと、ね、すみません。だってさ、今、皆さんが水のお話が出ました。まあ、その水のことで言われてるんだよ。大事、あの、村の入り口にある井戸にさえもあれ、決まったわけですよ。他の村なんかね、な。川の水を利用して。お客さんを疲れていなさるだろうから。そんな話はまた後にしたらどうです。ナイチから今日来たの？そうよ。ナイチにみかんなってる？みかんはまだなってないよ。お、綺麗な花ですね、これは。この種はみんなナイチから取り寄せるんですよ。そうですか。よく、もう一人ですか。あんたんとこのご兄弟みんな働き者ですな。みんないい人だな。うん、あれが本当の純木ってやつだな。お、行け行け。もう時間だ。この機械が遅れたら帰れねえぞ。秋山、止まっていけよ。そう簡単に言うなよ。お前と違って、俺は宮遣いだよ。ああ、そうか。なんだよ、ため息なんかついて。うん？秋山、うん？お前、ネッカ行くチャンスないから。なんだ？ああ、読めたぞ。俺は内地からたびたび手紙出したんだ。返事がないんだ。法典で寄ってみたんだ。病気なんだって。あ、この野郎、あん時に寄りやがったな。かくて野郎だ。ホテルのおじさんの家には、ネッカまで行ってやってくれって言うんだけど。この野郎、のろけるね。どういうことなんだろう。いかに病気だって、手紙ぐらい代筆だって出せそうなのかな。うん。おい、松村。騙されたな。よそう、そんな話。そんな場合じゃない。気にしないでくれ。やめたよ。もう時々は頑固親父の消息を知らせてくれよ。うん、よしよし。まあ、あんまりくよくよすんなよ。え？それよりも、あの頑固親父のわがまま娘でももらったらどうだ。ね？お前のところなら、もんぺ生えても行けやせんとさ。もうお帰りですか。もうあんまり時間がないんでね。じゃあ、のんびりしたらでも。あ、しっかりやれよ。じゃあ、お待ちかね。あ、ありがとう。気をつけていけ。さよなら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 。おい、秋山。あんまりの。すっかりくたびれちゃった。何をくたびれたなんて。ダメよ、兄さん。おかえりなさい。おかえりなさい。団長に恥ずかしいことを考え、この設計を頼まれちゃった。あ、そうですか。のりお兄さんたらね、もうくたびれたんですって。ダメだぞ、お前。明日から5時起床だぞ。え？ 5 時ですか？うわぁ！我下星期还得上上海去一趟，所以这个月我是不能再来瞧你的病了。我跟你说了好几次了，你还是请西洋大夫看看怎么样？托我在天津的朋友也可以请到西洋大夫来。不用请。你总是那么样说，马马虎虎的过去了。要是病重了，那可怎么办呢？而且舅舅还不知道怎么样挂念着你的病呢。我原来不当是你，就是对满洲国和日本敌看离切的人，我都不喜欢。乔病更肠道。你别胡说了。来，别起来。小姐，都不好了，我不想吃，少用点吧。不，我想说。你保重点。雪乡让你寄的信，就这三封。是的。大喜一个，他又回到满洲来了。